今日は、デジタルアートが、同じ空間の人々の関係性を変えられる、そういう話ができたらいいなと思っています。チームラボは、さまざまな専門職からなる、アート集団です。ソフトウェアプログラマーだとか、ハードウェアエンジニア、CG のアニメーター、建築家、数学者、いろんな専門家から成り立っています。僕らは、アートとサイエンス、それからテクノロジー、クリエイティビティの境界を、なくして、活動しています。これは花と人という、作品です。空間は花で覆われています。花は、勝手に生まれ、勝手に咲き、寿命が来ると、知って死んでいきます。人々はこのように、人がじっとしていると花は普段よりも、多く咲きます。こんな風に、多く咲いていきます。逆に人々が歩いて踏んだり、触ったりすると、自分が来てなくても一斉に、散っていきます。これはある時展示した風景です。人々が非常にぎゅうぎゅう詰めになってしまったので、花が全部散ってしまいました。こんな風に花が全部散ってしまいました。そうすると、突然人々は話し合い始めました。ここに僕らは居すぎないか、じゃあ、僕は前の空間に戻るよだとか、次の空間に行くよなどと人々が言い合って、3分の1ぐらいの人々が、いなくなりました。そうすると空間に、隙間ができて、このように、花がまた咲き始めたのです。そうするとまるで共同作業をしたかのように、感性を上げてました。そこにいる人々たちは感性を上げてました。これはモナリザの前の風景ですね。今日も相変わらず人はぎゅうぎゅうだと思うのです。でも隣の人に向かって、俺たちはここに居すぎないかみたいな話はしないと思うんですね。突然隣の人が俺たちはここに居すぎないかなんて言うと、頭がおかしい人のように思われます。なぜ頭がおかしい人だと思われるのか。それはここにいる人たちによってモナリザが変わらないからですね。5分前誰が見たかだとか、隣の人がどのように見てるか、隣の人の振る舞い、そういうものとモナリザは関係ないです。作品は、個人と作品との間の中で、作品は個人との関係性の中で成り立っていると思うんです。チームラブはインタラクティブな要素によって人々を作品に参加させます。通常のインタラクティブと違って、逆に通常のインタラクティブは、ビデオゲーム、パソコン、スマートフォン、最近流行の VR もそうですけれども、個人の意思によって、操作します。もしくは個人の意思によってデジタル領域に、参画します。でもチームラボは、インタラクティブと、アートをインタラクティブと結びつけることによって、個人の意思があるかないか、そういうものとは関わらず、人の存在そのものでアートが変化していきます。もしアートの変化そのものが美しければ、他者の存在、そこにいる他人の存在は美しいものとなるかもしれないと思うのです。つまりデジタルアートによってその空間にいる他者は美しい存在、つまりポジティブな存在に変わる可能性があると思っているのです。もう一度花と人の空間の話に戻ります。もし先ほどの空間で子どもたちが走り回るならば、花は一斉に散ります。そうするときっとその空間はすごく美しいのです。つまり、みんなは子どもたちが走ってくれてありがとうと思うかもしれません。もし、モナリザの前で子どもたちが走っているならば、みんなは非常に邪魔だと思うでしょう。例えばこれはちょっと分かりにくいんですけれども、ちょうど真ん中に、チームラボのメンバーのたかし君が寝そべっています。これは設営で疲れて、たかし君が疲れ切って寝てしまったんですけれども、たかし君は39歳のおっさんなんですけれども、39歳のおっさんが疲れ切ってじっとしていたおかげで、普段よりも花が咲き渡って美しくなっています。つまり39歳のおっさんが疲れ切ったおかげで空間は美しくなった。つまり39歳のおっさんは美しいかもしれないのです。もしモナリザの前で39歳のおっさんが、横たわって寝ていれば警備員に追い出されると思うんです。チームラボは、他にも
デジタイズドシティアートプロジェクトというのをやっています。これは、こうする木々という作品です。これは人が木に近づくと木の光の色が変わって、周りの木をの色を変えていきます。人が木に近づくと色を変え音色を響かせて他の木々に連続していくのです。もし空間の向こうから光の波が押し寄せてくるならば、空間の向こう側に人がいるということを意味します。普段より人々は空間にいる他の人のことを意識すると思うのです。デジタイズドシティアートプロジェクトというのは、都市を都市のままデジタイズをして、アート空間にするという、プロジェクトです。僕らにとって、絵の具は光だし、キャンバスは、この世界すべてです。デジタルは非物質的なため、物理的に変化させずとも、つまり都市を都市のまま、都市の機能を生かしたまま、アート空間に、変えれるのです。近代の都市は、高度に複雑に巨大になりすぎたため、自分の存在やもしくは他者の存在によってまるで何も変化しないように感じると思うんです。それはモナリザの前で、隣の人たちが、非常に邪魔に思うように、都市の中で他の人たちは邪魔に思ってしまうのです。でも都市が、都市のままデジタイズをされアート空間になるならば、都市にいる同じ都市にいる人々の関係性が変わる可能性があると思っています。デジタルアートが同じ空間の人々の関係性を変えるということは、都市だけではなく教育の分野にも応用できると思っています。これはお絵かき水族館という作品なんですが、これは描いた描いた魚が目の前の水族館で泳ぎ出すというものです。他の人たちと一緒に、描いた絵が一緒に泳ぎ出します。そして、他の人たちと魚たちに触ると、魚たちはこんなふうに、逃げ出していきます。創造的な行為というのは往々にして非常に個人的な行為になりがちです。しかしデジタルアートが同じ空間の人々の関係性を変えれる、そういう力を使うならば、個人的な行為になりがちな創造的な行為を共同的で創造的な行為に変えられると思っているのです。今後の社会では、機械によって、ほとんどの仕事が代行されると言われています。おそらく、人間が人間でしかできないこと、つまり創造性が一番大事になってくるんだと思うんです。そして、現代の人々は、スマートフォンに夢中です。身体は非常に、個人的になっていると思うんです。人は他者と共に、体を動かしながら体で感じ、体で考えていると思うのです。人は他者と共に、チームによって創造的な行為を結果を出し、社会を発展してきたと思うのです。これからの社会は、共同的で創造的であることが、非常に大事なのだと僕らは思っているのです。これは、お絵かきタウンという作品ですけれども、これはみんなが車や家を描きます。そうすると車たちが、立体になってみんなで街ができていきます。みんなで街を作るだけではなく、描いた絵が、このようにペーパークラフトになっていきます。それでこのようにペーパークラフトになって、自分の手で、立体物を作っていきます。人は、身体的に、2次元と3次元の違いを知っていくと思うんです。このように、デジタルアートが、同じ空間の人々の関係性を変えられる、そして同じ空間の、他者の存在をポジティブにすることができる、まあ、そういうような、力を使うならば、都市の人々の関係性を変えていけれると僕らは信じているし、人間をより、共同的で創造的にすることができると、信じています。ありがとうございました。